これは日本人なら誰もが持ったことのあるお守りというものです。この小さな袋の中に神様がいて、私たちをいろんなことから守ってくれるんですね。神社やお寺に行くと必ずこのお守りを目にすることができます。今日はこんなお守りについて少し詳しく紹介させていただきたいと思います。このかわいい袋の中にこれに似たお札が入っています。このお札は日本人がお家の神棚に置いているお札と同じです。だからつまり神様なんですね。お守りのルールその1、お守りは絶対に開けてはいけません。神様を直接見るのは、よろしくありません。私は小さい時に開けてみたかったんですが、怖くてどうしても開けることができませんでした。ルールその2、お守りは神様なので、神様を売る買うという表現はとても失礼になります。なので受ける授けるという言葉を使うようにしましょう。お守りのルールその3、1個2個3個と数えるのはとても失礼です。神様を数える時のように1体2体3体と数えてください。 If you want to learn more about お守り please go visit the omamorishop.com. The link is in my bio and follow them on Instagram.